松任谷由実さんが歌った春よ来いよ、同音楽隊のソプラノ歌手つぐみ舞さんと陸曹の歌でお送りいたします。この曲は1994年の NHK の連続テレビ小説春よ来いの主題歌として使用され、後に音楽の教科書また国語の教科書にも掲載されました。歌詞の中に出てくる人長毛という花は3月初頭に見ごろを迎え、寒さの厳しい冬から暖かい春の訪れを知らせてくれる花なんだそうですよ。春が待ち遠しいこの季節、本日はこの歌をつぐみ山荘の美しい歌声でお楽しみください。それでは春よ来いです。平和ですね。それは我々航空自衛隊が今後もですね、24時間365日、頑張って勤務に精励してまいりたいと思いますので、これからもぜひ航空自衛隊のご理解とご支援よろしくお願いします。それでは最後にお届けします、航空自衛隊行進曲空の精鋭です。さて、私たち海上自衛隊は陸上航空自衛隊にはない任務の一つに遠洋練習航海があります。これは海上自衛隊幹部候補生学校を卒業したばかりの若い幹部自衛官が約1年間の外洋航海を通じて幹部としての必要な資質を育成するために実施しています。私たちも各音楽隊から選抜された音楽隊員が練習艦鹿島に乗り込み、訪問国にて式典や演奏会などを行い、国際親善に寄与しています。本日は練習艦隊が訪れたたくさんの国の中から、カリブ海に面した南米ベネズエラにあり、港町の名前でもありますクマーナをラテンのリズムに乗せてお送りしましょう。クマーナ。
ありがとうございました。ラテンの陽気なリズムに乗せてクマアナをお送りしました。ありがとうございました。